ここんにちは、まん長者合宿をご覧の皆様。ね、吉田さん、南の庭は本当ね、面白いですよね。法律は弱いものの見方っていう立て付けではあるんですけども、実際はその法律ってのは、それをよりよく詳しく知っている人、それを扱える人の見方なんですよね。言ってみれば、その、まあ武器がありますよね。銃ですとか、ナイフみたいな武器がありますけども、それは、その使い方を知っている人には有効なんですけども、 扱いが下手な人にはむししろ害になってままうことがありますよね何でもそうですけどもバカとハサミは使いようって言葉があります昔からこういうことわざってあったと思うんですけども例えばまあバカな人っていうね表現はあんまり好きじゃないんですけどもまあバカな人がいますよねでもバカな人でも上手に使えば利口な結果を生んだりするんですよねでもバカな人を扱いきれなくとなんかそのバカな人からねいろんなこう 影響を受けてしまうとこれねすごく分かりやすい例を申し上げるとなんで日本に生活保護があったりセーフリーネットがあるのかっていうと実はこれね長い歴史の中で弱者を保護しないと反乱とか一揆が起きちゃうっていうねで権力者にとってはそのものすごくね不都合なんですよねよく無敵の人っていう言葉があります無敵の人っていうのは例えば40代や50代で仕事もうまくいかない 家族とも離れてポツンと一人過ごしている。もちろん彼女なんていない。もう失うものが何もないから、めちゃくちゃやったね、みたいなね。そんな人が無敵の人っていうらしいんですよ。要するに、何の賠償もできないし、何の心理的なあ、まあそういったね、反省の気持ちもないと。で、自分に何もかも与えてくれなかった社会に復讐するみたいな気持ちで、なんかね、大量、 おなんですかね、殺害とかねちょっと言葉があんまり出にくいんですけどもなんかたくさんの人無,無関係な人を傷つけてスッとしちゃうみたいなねなんかそういう人が無敵の人っていうらしいんですけどもそういう人を生まないために何もかもなくなった人でもこれがありますよっていうふうなね生かさず殺さずの状況を与えておくことで権力者は自分の地位を守ってるっていう考え方があるんですよ。 これはね、一部にはね納得させられるよようなことがありますよね、うん、でここからちょっとね吉田さんも「とてつもなく厳しいことを言います」ってタイトルで書いてたんで私からもちょっとね厳しいことを申し上げますけども世の中にはいろんな情報が溢れていてでおいしいようなふりをして近づいてくるんだけども実際は騙し集ちをするようなねそんな情報ビジネス投資これあるんですよ。 何が厳しいことかっていうと、今更そんなんかからんやろ、みたいなね。うん。いや、いい歳して社会に出てね、水も甘いもを経験してきた人が、YouTube の情報なんかに惑わされて、本質を見やめることはもうないだろうと。うん。だから、怪しい商材とかがね、YouTube に流れていても、あ、これは全然もう精査するに値しないよねっていうふうな、ぐらいの、 分別はあるだろうと、分別はあるだろうと思っているところが私にあります。うん、これはこのくらい見分けれるだろうみたいなね。それから、あの、よくね、投資で損しちゃったみたいな人もいますけども、いや、それも折り込み済みで投資やってるんでしょ別に、余剰資金でやりましょうなんて私がわざわざ言わなくても、そんなこと認識してますよね、と。要するに私はね、YouTube を見てる方とか、あの視聴者って方ね、いや、私の動画に限らないですよ。 一定のレベルでで賢い人だと思ってるんですよそういう意味では私は YouTube を利用してる方とか今ね社会に生きてる人をあ,のあんまり低く見積もってないんですよ。当然このぐらいは分別があるだろうと思ってるんですよ。でも結果はそうじゃないんですよね。ねだから私も認めたくないんだけども認めたくはないんだけども情報を扱えない人って結構いるんだなとかねいやこのレベルでダメージを受けちゃう人っているんだなっていうふうに 思思わなななくてていいけないかなと思ってるんですよ要するに一言で言うとすごく厳しいこと言いますけども結構まだ勉強不足で経験不足の人ばかりだなというところですよね。ね。だから私は高く見積もってたんですよ。高く見積もっていていや今更こんな時代にこんな情報に騙される人いないだろうとかね。うん、まあ、この情報商材とかで損する人はいないだろう。さすがにこのぐらいは 扱いこなすだろうと思っていたんですけどもそうじゃない方がたくさんいてノウハウコレクターがたくさんいてもう、まあ、いろんなねテクノロジーは世の中にあふれてそれがただ同然で手に入るようになったのに「えそれ使わない人いんの?」とかね「これでマイナスになる人いんの?」みたいなねそんな感じですよね。だからねももっともっとと できない人の気持ちってんか私はねだから基本的にはみんなね自分でできる人だと思ってるんですよ。自分で解釈して自分でリスクヘッジして自分で責任を取れる人だと思ってるんですよ。でも吉田さんの動画でも言ってましたけども自分に降りかかった責任ですら自分で取れないようなねなんかそのお坊ちゃまお嬢ちゃんみたいな人が社会にはいっぱい出てきてそうなったら まあ苦労してね賢い人に賢い商品を売るよりもよく分かってない人にどっちつかずの商品を売った方が楽だなって考える人もいるんじゃないかなと思っちゃうんですよ。だからね、うん、分かってない人が一部だったらいいんですけども分かってない人が多数派だとしたらそういうところにね曖昧な商品を売りつける そういういなね、マーケットが出来上がっちゃうのもあるなと思うんですよ。うん、だってね自分に不必要なものまでその場のノリで買う人ばっかりいたらこれはね詐欺まかい商品ってなくならないですようんでもちゃんと自分の必要なものと自分のいらないものとかこれをね分別できる人ばかりだったら詐欺商材なんて割り合わないからもうねそのマーケットって潰れると思うんですよ。 皆さんも思いませんかなんで俺より詐欺にかかっちゃう人いるのかなみたいなね。いやでもなんでじゃなくて、お互いにそうじゃないですかみたいなことですよね。いらんもん買ってみたりとかね、買ったあげく失敗したりとか、相当なプレゼンを受けてるはずなのに、あ、これ小野沙さんも言ってたんですけども、小野沙さんって商品を紹介する前に、そのリスクのこととか、ダメになる可能性とかもちゃんと説明してるらしいですよね。で、本当に絶対稼ぎたいんだったらカメラ転売やればいいけども、 いや、カメラ転売ちょっとね、苦手なんですよ、みたいな感じでもっと苦手な投資とかやっちゃうというね。<laughs> うん、だから苦手ながら結果が出やすいもので利益を積み上げていけばいいのにさらに苦手でよく分かってないものには何十万と突っ込んでしまうというね。これじゃ金持ちにならないよと思っちゃいますよ。うん。だからもっとね、もっと私たちは自分のことを うん、高くくるんじゃなくて、まだまだ勉強不足だなと。まだまだこんなことに手を出してはいけないんだなと。できることからやっていこうっていうことを忘れちゃいけないかなと思います。で、できることからやっていこうのできることってのは何かっていうと、それは自分の商品を作って、10円でいいんですよ。10円の商品ね。1円でもいいし。1円や10円の商品は作れるでしょ。さすがに。1円とか10円とか1000円の商品作って、それを誠実に売ってみると。 そういうふうなことができる範囲のことからやっていくってことだと思うんですよ。そしてそれを繰り返していくと結構な金額の商品を売ることも徐々にできるようになってくるっていうところじゃないですかね。どんな人もいきなり100万200万の商品売らないですよ。どんな人も小さいところから自分で責任の取れるね、範囲からだと思うんですよ。100万の商品でクレームあったら責任取れますか、ね、でも1000円の商品売ってクレームがあったらどうですかね責任取れますかね そういういいいいいことを考えていけばいいんじゃないですかねなんかね私から見てこの私から見てもねそんな大体なことよくできるねみたいなことをやっちゃう人もいるんですよねであの定うまくいかなくって久保さんみたいに来ちゃうというねいやそれやる前から分かるでしょう, <laughs> うまくいくと思ったんですとか言ってねいやうまくいくと思ったから行動したのはいいんだけどもうまくいくと思ったのが単なる気の迷いかそれとも 緻密に自分でシミュレーションした結果なのかって考えたら緻密にシミュレーションしたらそうならないでしょうと単なるノリでしょいやそれがうまくいくと思ったって言葉に表れてるんだとしたらその見積もりは違うよってことですねうんだから自分の未来予想がまだ精度が悪いわけだからだから大きなダメージを受けるようなものには手を出さないことだと思うんですよねじゃあこんな今回は以上にしときましょうか